ある未婚人の新婚夫婦が、新婚旅行で某国にやってきた、街中を観光しているとき、妻が、服を見たい。と言って、衣料品店に入っていった、夫は服選びを見るのも、つまらないということで、店の外で、ブラブラしながら待っていた。しかしいつまで経っても、妻が店から出てこない。不安に思った夫は、店の中に入り探してみたが、姿は見当たらなかった。警察も手がかりを見つけることはできなかった。夫は泣く泣く日本へ帰り、しばらく間を置いて、妻を探すために戻ってきた。努力も虚しく、一向に見つからなかった。妻の捜索に疲れた夫は、気分転換のために路地裏にある、偽物小屋へと足を運んだ。日本だるま、と書かれた看板にも、興味をそそられた。小屋に入ると、看板にも書かれていた、日本だるまが始まるところだった。そして獅子がなく、樽のようなものに入れられた女が、偽物にされていた、貼り付けたような笑顔の女性、これは怖いな、こんな悪趣味なものが、偽物になるなんて、夫は吐き気を抑えつつ、舞台を見ていたが、あることに気づいた、たった今、舞台の上で、偽物になっている女性、それは紛れもなく、衣料品店から失踪した、妻の代わりさせた姿だった。